皆さんこんにちは、 Y&T ガレージのアランです。今回の動画は前回プランカクタスさんに行ってきましたという動画をアップしましたが、そちらグランカクタスさんで購入してきた植物の紹介動画になります。撮影許可いただいたので撮影するだけでなくてね、もちろんちゃんと植物も買ってきました。今回はそちらの動画になります。ではね、早速もう紹介していきたいと思います。はい、今回購入したのはグラキリスになります。こちらまず一株目ですね。お手本のような感じですね。こう丸くてこの丸が綺麗で、で枝が3本生えてて、でちょっと地類跡もあったりして、まあ、綺麗だなと思ってこちら選びました。ちょっと傷があったりはしますが、まあしっかり硬いのでね、問題はないかなと思ってはいます。まあ、ちょっと枝折れなんかもありますがね、まあ大丈夫じゃないかなとは思ってるので、こちら購入しました。まあベアルートなんですけど、葉は結構展開してきてるので早々に処理した方がいいのかなとは思ってます。はい、そしてもう一株グラキリス購入しました。はい、こちらもまあ同じような感じですね。しっかりと丸くて、でその丸が綺麗な感じになっていて、ちょっと今回の2株はそんな大きめではないですが、手乗りに比べたら大きい感じですかね。まあ、M サイズぐらいかなという感じです。こちらも結構葉が展開してきてます。根はこんな感じですね。ちょっと横から出てる感じです。今手根切ってみました。はあ、綺麗ですね。みずみずしくて水滴が滴るぐらいでした。でこちらですね、こちら1個目に紹介した方ですね。こちらもちょっと切ってこんだけ新鮮なところが出てきました。管理始めて約2週間になります。2週間でね、もうだいぶ葉が成長してきて、でこちら買った時から葉の展開はありましたが、その買った時に芽吹いてたところ以外からもしっかりと葉が出てきて、ほぼ全ての成長点からもう芽吹いてきてますね。すごいいい感じです。もう全然安心して見てられますね、こちらの2つに関しては。で発根用土に関しては、鹿沼土だけです。特に何か入れてるわけでもなく、鹿沼土の細粒を使ってます。すごいいい感じですね。で今の管理環境としましては、温室は使用してなくて、全て屋外になります。まあ、屋外といっても日向ではなくてね、日の当たらないところでの管理になります。まあ、しっかり両方ともカチカチですね。本当安心してられます。今回の動画は以上になります。また続編は作っていきますので楽しみに待っていてください。それではチャンネル登録、グッドボタン押していただければ嬉しいです。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。